知人女性の遺体を遺棄した疑いで沼津市の男が逮捕された事件で男の自宅敷地内から電動のこぎりなど複数の工具が見つかっていたことが分かりました沼津市の会社員土屋優樹容疑者31歳は今月21日磐田市に住む知人の伊藤歩美さん33歳の遺体を自宅に遺棄した疑いで逮捕・送検されています 伊藤さんの遺体は複数に切断された状態で土屋容疑者の自宅3階のベランダや車から発見されています捜査関係者への取材で土屋容疑者が犯行後に購入したとみられる電動ノコギリが自宅の敷地内から見つかったことが新たに分かりました他にも研磨などに使う電動工具が発見されていていずれも血液反応が出たということです 捜査関係者によると土屋容疑者は自宅の風呂場で切断したとみて事件のいきさつを慎重に調べています。